こんにちは、フィフィです。中国政府が推し進めているコロナ対策が完全に失敗して中国人民から怒りの声が上がっています。中国ではゼロコロナと呼ばれる徹底したコロナ対策が行われているんですが、これ街を封鎖して外出禁止にするようなかなり厳しいものなんですね。 日本では都市封鎖にある中国の街の様子はほとんど報じられていないんですが、ネットには都市封鎖の状況にある中国の天津市や深仙市、そして西安市などで中国当局が推し進めるこのゼロコロナ対策に対する抗議デモの様子が次々と投稿されています。 ま特に何が不満かというととにかく食料が手に入らないということなんですねえまずは天津市の様子ですがえこれ来月開催が予定されている北京市の隣にある大都市なんですねでこの天津で今一部地域で封鎖措置が取られていて集合住宅地などで住民が外出禁止になっているんです え、住民が住宅地から外に一歩も出ないように中国当局の人間が24時間パトロールもしていると言います。で、この天津市で1月17日の夜にえ住民らが食料の配給がないことに強い不満を持って中国当局に対して抗議活動を行ったんです。え抗議活動の現場では地元の治安当局と武装警察の 警官隊がデモ隊の強制排除をして人々も拘束されました。まあ、中国でデモ活動を行うのは命がけですから、まあ、それほど空に困る状況に住民が追い込まれているということでしょう。え特にこれまずかったのが地元当局が食料や物資を一部の住民にだけ提供して、他の地方から天津に出稼ぎに来て住んでいる住民には提供していなかったんですよね。 そのためにこうして抗議デモが起きたわけです。デモに参加したある人はこう話しています。地元当局は地方から来た人をよそ者扱いして食料を提供しない。我々は空腹に耐えかねて苦しんでいるから抗議をしているんだと。あと都市封鎖が行われている天津市では頻繁に PCR 検査も受けなくてはいけないんですね。10日間に、 6回も PCR 検査を受けさせられたと住民は話していますしかもひどいのが中国政府は何のアナウンスもなしに天津市を突然ロックダウンしたというんですねこのため住民は食料の買い出しに行けなかったんです中国は政府の気まぐれで突然強硬な措置もできますし住民もそれに従わなければいけないんですね、まあ、きついですよね、まあ、天津は、 北京の隣ですから来月オリンピックを控えて特に中国政府が天津でのコロナ感染に敏感になっているんでしょう。次にこちらも大都市新鮮市の様子です。新鮮市では1月19日に抗議デモが起きました。都市封鎖をすぐにでも解除してくれと住民らが抗議をして警官隊と衝突しました。 で、このデモを呼びかけた若者は逮捕されてしまったそうです。え住民たちはコロナの感染状況はそれほど深刻ではないのにえなぜ長い封鎖措置をしているんだと訴えていたと言います。というのも中国政府の発表によると新鮮市で発見されたコロナの感染者は1月14日に確認された1人だけだったというんですね。 ただ、中国当局は、新鮮市の一部地域を濃厚接触者の地域だとして、この地域をロックダウンしてしまったんです。まあ、やりすぎなのではという不満が上がるのは当然でしょう。中国は人口に対して医療体制が整ってはいないので、どうしてもやりすぎなくらいのコロナ対策をしなければならなくなるんですね。 しかも中国製のワクチンはイギリス製やアメリカ製のワクチンよりも効果が劣ると言われています中国人民の多くがワクチン接種を済ませているからといって安心とはならないんですねだから中国政府は中国人民からの不満が高まるのを覚悟でしかも中国経済に大きなダメージを与えるのも承知でこのゼロコロナ対策を続けているんです で、もう一つの中国のゼロコロナ対策に反発の声が上がった西安市の様子も説明しておきます。西安市では1月20日に抗議デモが起きました。西安市の一部地域では先月下旬からなんと1月20日までに35日間も外出を禁止されていたんですね。 この間、食料の買い出しもできない状況だったといいます。しかもマンションの管理会社が、これを悪用して住民に高い値段で野菜などの食料品を売っていたりもして、こうしたことも住民らの不満が高まった原因なんですね。 これ、ひどくて、こうしたマンションの管理会社に反発した住民が地元警察に逮捕されたんです。まあ、それは他の住民も怒りますよね。で、これが発端となって住民たちの抗議デモが起きたというんです。ある中国人の専門家は、こうした中国の各地で起きているゼロコロナに対する抗議デモについて、このようにコメントをしています。 中国当局は人民に寄り添うことなく極端なゼロコロナ対策を実施することでこうして対立や衝突を引き起こしたんだとそして理不尽な中国のコロナ対策がこの先も続く限り抗議デモはどんどん起こるだろうしその規模もより拡大するだろうとこう話していましたただでさえ中国経済が悪化していて また中国政府による人民への引き締めも強化される中でこのゼロコロナを押し付けられて、まあ、中国人民にとってはたまったものじゃありません、まあ、本当にいつ中国で再び天安門の時のような大規模な反政府運動が起きてもおかしくない状況なんですえちなみに中国政府もこうした中国人民の不満の高まりにはかなり 警戒しているようで、実は西安で1ヶ月以上強制されていたこのロックダウンが緩和の傾向にあるのは、こうした地元住民たちによる抗議がきっかけだと言うんですね。もう今までの中国なら考えられませんよね。 抗議する人民たちに平気で戦車で突っ込んでいくような政府ですから、まあ、それだけこのデモが中国各地に飛び火して、中国国内でまたあの天安門のような運動が起きることを中国政府が恐れているんです。ただやはりそれでも中国はゼロコロナの方針を変えるわけにはいかないんですね。 北京オリンピックの開催もあるし、中国の共産党大会という重要なイベントも控えています。どちらも各地から多くの人が集まって行われるイベントなんですね。また今、ゼロコロナ対策の政策を見直すなんてことをすれば、習近平政権の成果を否定することにもなってしまうんです。中国政府は当初、中国の武漢で感染が拡大した理由について、 アメリカ軍がウイルスを持ち込んだと主張していました。そして今月1月15日にオミクロン株の感染が北京市で初めて確認された時には海外からの郵便物からオミクロン株が感染したんだと強調したんですね。で、海外からの郵便物を受け取る際にはマスクや手袋を着用して郵便物の消毒や手洗いの徹底を呼びかけたんです。 これも中国は一貫してコロナは中国発症ではない海外から中国国内に持ち込まれたんだと主張していますからただこうした強力なゼロコロナ対策によってただでさえ悪化している中国経済が今さらに悪くなっているんですね中国経済はこの数年アメリカからの経済制裁を受けて 急激に悪化もしています。あとは中国の不動産会社の債務問題がこれに拍車をかけているんです。で、そこに来てゼロコロナ対策で中国経済は完全に勢いを失っています。今後中国の景気も引き続き停滞するだろうと言われているんです。中国政府は1月17日に 我が国の経済発展とコロナ対策はいずれも世界をリードしていると発表していましたが実態は全然そんなことはなくてむしろ真逆の結果になってしまっているんですまあ実際のところどれだけコロナ感染者が中国で確認されているのか中国政府は本当の数を出さないのでわかりませんがゼロコロナ対策では中国人民の不満が高まっています でこうして各地で抗議デモが起きてまた中国経済はどんどん悪化していますいつ中国が内部から崩壊するかもしれない状況なんですね中国経済が悪化して内部から不満が高まれば中国が暴発して何をするかわかりません今後も中国の情勢に注目していきたいと思いますさてここまでお話ししてきましたが 皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。